よし、篠宮どこ行ったマジ。いや、ゲームはつけてる。VC にいないだけかな。あ、じゃあ VC しないで今日やろうかな。そういう感じ。うん、ちょっと先輩たちと話すの怖いね。篠宮 VC にしていきます。セクハラ、怖がられてるよ。ありゃありゃ。ちょ、15時だけど篠宮いないよ。急に声でかくなったって。15時になったからかな。配信モード。15時になったからかな。篠宮ガチどこ行った。死んだ。これは篠宮に、うん、LINE するチャンス。篠宮にちょっと LINE 電話するのちょっとワクワクするんだけど、ちょっとしようかな。あ、電話しちゃう。篠宮の声が LINE から聞こえるのやばいって。ちょっと待って、多分出ないよ。え、そんな絶対友達じゃないと電話かけれないってか、電話通知来ない設定になってるでしょ。多分友達だろ。電話かかるんだよ。いや、多分友達だよ。友達メッセージ誰が、あ、やり取りしたんかい。おい、LINE 出ろよ、お前。感心するよ、篠宮。え、飲ませよ。え、待ったって、これ先輩フレンドじゃないよ。え、ライン？うん。ほら、なんで？うちのこの前のさ、なんかさ、あの時もさ、確信がかかってこない。来てなかった？待って、篠宮とメッセージやり取りしなかったわ。私多分エマちゃんやったわ。あ、なんでお前友達追加しないの？それな？なんで追加しないの？あ、そうそうそう。なんでシンプルに考えてあの追加しないの？今そこじゃない問題。あれ、今そこじゃない？行っちゃかった。勝手にしていいのか分かんなかったんだよね、グループだったからね。違う、なんでお前遅れてきたんだ？え、なんかさっき5分前に見たとき誰もいなくて。5分前？え、いたよ。いたぞ。え、いなかった。いたぞ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 。何分前に見たんだ、逆にさ。いたぞ、普通に5分前。あ、やばい、説教だ。だから誰もいないならいろ。雷先輩が配信してるって書いてある、うんうん、急に雷先輩が来るとちょっと良くないかなと思って。じゃあうちのせいってこと？ダブルマイヤック先日パスト、ありがとう。え、篠宮はさ、ちゃんさ、 LINE 追加したわけ、私とキューちゃん。雷先輩はこの間追加して、え、私の先輩は今追加した。じゃあ今電話したらかかってくる。やってみてくださいよ。じゃあちょっと LINE で喋って。え、LINE で喋って。もしもし、もしもし、やばい、帰って帰ってきて、帰ってきてる。あ、こんな感じの声なんだね、篠宮。 LINE で聞くとかわいいね。かわいいね。なんか寒いの今日。